はい、皆さんこんにちは、しらたんです。今回は私が最近ゲットした秋服をいくつか紹介したいと思います。ではレッツゴー。ではまずこちら、 H&M で購入したものをご紹介します。こちらになります。これ普通に白の T シャツなんですけど、この文字のところがこう、なんて言うんだろうな、ビジューではない、ビーズなんかわかんないんですけど、普通にシンプルな T シャツだけどこういうところにワンポイントがあるような T シャツを購入しました。ちなみに私これ XS サイズで1299円でした。でなんかマネキンがこの T シャツを使ってグレンチェックのセットアップを着ていたんですよ。これをインナーとして着て、でもそれがめちゃくちゃ可愛くて私もやりたいと思って、そうこれ買ってきました。普通にシンプルな T シャツなんですごい着回しもできるしいいかなと思います。次はストラディバリウスです。では開けていきます。ストラディバリウスでは2つ購入したんですけど、まず1つ目はじゃん、こちらのジャケットです。もうこれめちゃくちゃ可愛いんですよね。9月のお気に入りでご紹介したグレンチェックのスカパンと同じ柄でセットアップとして着ることができます。試着してみてもすっごい形も綺麗ですごく気に入りました。もちろんそのグレンチェックのスカパンと合わせてセットアップとして着ても可愛いと思うし、そのシンプルなコーデの時とかにワンポイントとしてこのグレンチェックのジャケット羽織るだけでも一気に秋らしさが増すし今年らしさが出るんじゃないかなと思います。ちなみにこれは4950円でそんなに安くはないと思うんですけど、もう今季流行りのアイテムなのでちょっと持っておきたいなと思って買ってみました。で2つ目がこちらです。また同じようなバッグ買ったのって思った方もたくさんいると思うんですけど、もうファーになってて、わかりますかね、ファーになっててすっごい可愛いんですよ。本当に見た時にめちゃくちゃ一目惚れして、でこの紐のところもチェーンになってるんですごく可愛いなって思ってこれ買っちゃいました。この形のブラックのバッグって何でも合わせやすいしすごい使えるなと思います。でこのバッグが2750円プラス税でした。はい、次のブランドはフォーエバー21です。こちらです。 G ジャンになるんですけど、フォーエバーに入った時に一番最初に目がパッていってめっちゃ可愛いと思って、で試着してみたらすんごい可愛かったので買いました。でここにその赤のファーがついててワンポイントになっててめちゃくちゃ可愛いです。私は XL サイズを購入しました。最近ずっとなんですけどダボっとしてる服が流行ってるじゃないですか。でもちろん M とか自分のそのぴったりしたサイズでも可愛いと思うんですけど、トレンド感を出したいなら絶対自分よりでかいサイズの服を買うべきだなと思います。その腕のところをまくったりして着ても可愛いと思うし、いろんな着方ができるかなって思います。このファーも取り外せるので 2way かなで着ることができます。これが3990円プラス税でした。はい、続いてこちらになります。ウェルシカです。でウェルシカはなんかすごいセールをしていて、今回買った商品全部セール品です。まず1つ目、じゃん、こちらになります。これはもうこういう動画でも紹介したので見覚えある方いると思うんですけど、普通の赤のパーカーを買いました。私パーカーをあんまり持っていなくって、でも本当パーカーって1枚着るだけで可愛いじゃないですか。この赤がすごい目について、あ可愛いなと思って試着してみてもすごく可愛かったので購入しました。でこれはちなみに L サイズです。パーカーも大きめを買うとすごい今年感が出るかなと思います。でこれは2790円だったんですけど1670円になってました。続いてこちらです。はい、またまた G ジャンなんですけど、黒の G ジャンを買いました。でこれもセールのところに置いてあって可愛いと思って、もともと私黒の G ジャン持ってなくって何にでも合わせやすいし欲しかったので買いました。 XS しかなくって、うわ XS かと思ってどうなんだろうと思って着てみたら意外とゆったりしてる感じで全然 XS でもいけるかなと思いました。ちなみにこれは元が4490円なんですけどセールで2690円でした。でラスト3つ目、こちらです。またまたアウターなんですけど、これカーキのなんて言うんだろう、なんかジャンパーみたいな、なんて言うんでしょうか、わかんないですけどこういうのを購入しました。でこれもすごいスポーティーに着こなせる感じなんですけど、なんか素材もペラペラじゃなくてすごくしっかりしているのでいいかなって思いました。これも S サイズしかなくって大丈夫かなと思ったんですけど、まあ腕まくったりすれば着れるしいいかなと思ってこれを
買いました。これが元が3990円なんですけど、セールで2790円でした。これも3000円以下で買えちゃいます。あともう一つ、ゾゾタウンでジェイダの服を予約してたんですけど、それが届きました。はい、こんな感じのグレーのパーカーです。で、これ後ろがめちゃくちゃ可愛くって、じゃーん、こんな感じになってるんですよ。すんごい可愛くないですか。フェミニンって書いてあります。で、これあのジェイダのサイトで見た時からめちゃくちゃ可愛いなと思って、欲しいなと思ってて、でゾゾタウン見てたら、ゾゾタウンってたまになんかクーポンとかあるんですけど、ジェイダで使える2000円のクーポンがあって、これは買うしかないと思って今回買ってしまいました。あの以前紹介したエモダのプレオープンの時に購入したレザーのパンツとかを下に履くと、もう王道ですごい可愛いんじゃないかなと思って、今から着るの楽しみにしてるんですけど、でこれもブラックとかレッドとかいろいろあったと思うんですけど、私はグレーにしました。サイトの写真もね、すっごく可愛くって、あーこれ絶対可愛いだろうなと思って頼んだんですけど、案の定可愛かったです。秋冬たくさん着たいと思います。はい、今回はこんな感じで最近ゲットした秋服たちを紹介しました。本当にベルシカとかはセール品なのに秋物とかたくさん売っていたので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。